先ほどは、動物絵描き歌、やりましたけど、僕が作った動物絵描き歌もぜひ皆さん見てください。もう即興で全部作ってるんで、どうかどっちの絵描き歌が面白いっていうのを、まあ面白いし描きやすいっていうのをね、まあ、皆さんで試してもらえたらなと思います。ぜひ動画を見てください。お願いします。カステラ一つありまして、知ったから短い足出たよ。100マス計算できるかな、知ったから尻尾が出てきたよ。カメさんだい。いやらしいものが二つ、直線棒でつなぎます。知ったから波がやってきて、三つの矢印つきまして、目を描いたらワニさんです。大きな丸が一つ、小さな丸も一つ、お豆も三つつけまして、鼻から草が出てきたよ。どら焼き二つ乗せてくまです。半径丸が一つ、昆布が出てきてこんにちは。お目目が二つつきまして、二つどら焼き生えました。目をつけてたぬきくん、カシューナツに目が生えちゃって、まん丸模様が一つ、おめめにチョコボールが二つ、耳を描いてゾウさんです。いやらしいものが二つ、サイゼのシュリンプが二つ、カモメの口ができまして、輪郭皆さん書いてねよ。口にサイゼのシュリンプ、ぴょんぴょんウサギさん。スイカをお皿に乗せて、四個棒人間四人、横からへが四つ四つ、お目目を上に描いてください。ハサミもつけてカニさんです。丸の半分描いちゃって、三角定規が二つ、大きな目玉焼きが一つ、目玉焼きがもう二つ、サイゼのシュリンプがお目目、ブーブーブータさんです。二つのお団子ありまして、いちごが贅沢ありました。口に丸つぶしたの書いて、横から棒人間四人、サイゼのシュリンプ。僕の作った絵描き歌、皆さんどうでした？あれは本当にもうそのまま即興でもう
自分で絵描き歌作ってみました。自宅で皆さんもね、僕の絵描き歌の方もどっちが描きやすいか比べてみてください。以上、山口和真からでした。ありがとうございます。また次回の動画で会いましょう。